えっと、室山です、えー、と本日は、えー、とこのようなタイトルで、えー、発表いたします、えーと。まずですね、我々が、えー、提供するソリューション、えー、何ができるかというと、まあ、人の動作を今までにない正確さを持って伝え、しかも保存し、えー、活用する社会を実現する、えー、それが我々のあの、まあ、ミッションです。 特にですね、まあ、プロ業界とエンタメ業界に分けることができます。まあ、建設業界、まあ、遠隔で建設する、もしくは遠隔で製造する、えー、もしくはプロスポーツの動作を知りたい、もしくはですね、あの趣味として、まあ、VR、スポーツ、えー、こちらをですね、あのきちんとスキルをデジタル化したい、まあ、こういうところの先進技術を提供いたします。 技術としての強みはイベントドリームセンシングってこちらの我々ブースの方で、えー、紹介していますけれどもこちらで高精度手足の動作を、えー、取るとともに今までに取れない力加減を取ることができますここは新しいです、えー、技術の詳細を少し説明しますと我々オリジナルで実は LSI を修正回路を開発しておりますさらには MIMS 技術を使いまして精査、えー、一体化まで、えー、実現しています これ非ちっちゃいですね 2.5mm 角で三軸の力と温度が取れますしかもこれをたくさんつけることができますで何が新しいかというとこの手足にこれの触覚センサー力加減も取ることができるし温度も取れるしこの体の向きとか曲げ具合とかもすべて取ることができます市販のセンサーも容易につなげることができますこれを用いることで非常にですね勝配線 センサーあの実装がしやすくしかも応答性が良くて消費電力も非常に小さいいろんなセンサー情報を取ることができるこれ非常にこれからの世界ですね価値が高い、えー、ソリューションになります、えー、今ですね、まあ、ビジョンと AI がすごい流行っていますけどもこちら、まあ、プライバシーの問題であったり、えー、取れない情報があったりしますさらには今 VR のこの立ち上げに向けてですねモーショングローブなんかもあるんですけどもち力加減が取れない こういったところすべてプロ向けにわれわれソリューションを提供しますので力加減を取ることで技能デジタル化遠隔作業なんかもです、ね、非常に細かく取ることができますわれわれのブースでは開発していますこのセンサープラットもォーム a ま s i 集積化触覚センサーですねあとデモの動画なんかもこちらの方ですねあ,のありますので実際手に触っていただいて実感していただけるかなと。 思います。共同研究者のえっ、ー、とハタとわ、えー、私はあの室山ですね。二、えー、人で、えー、開発します。あのまあ企業様と、えー、これまでにあの長くまあ10年以上やっておりますし、ハタはですねも、えー、とえっとトヨタ中央中央研究所出身ですので、えー、非常にあの厳しい、えー、その研究開発をやっておりますので我々はですね皆さんに。 非常にコミットしてソリューションを提供したく思っておりますもちろん触覚センサーロボット向けにもできますし体に取り付けるというようなそういうソリューションの提供もできます今回はですねウェアラブルモジュールの共同研究開発もしくはアプリケーション検証をですね一緒に行いたいなと思っておりますより製品に近いところでの共同研究開発 そういいいいっっったたとところを一緒にやっていきたいと思ってき思ます具体的には例えば遠隔操作ロボットを開発している企業様職業訓練技能の伝承の効率化を目指す企業様ですね今メタバースこの VR 等への新しいインターフェースそういったところの開発を目指す企業関係者の皆様と一緒に やりまして情報交換共同研究含めて幅広くですね新しい市場今までの技術の,あの、まあ、ブラッシュアップ含めていろんな可能性を一緒に考えていきたいと思いますあの非常に非常の競争力高い技術だと思いますのでぜひ我々のブースにお越しいただければと思いますどうもありがとうございました